欧州刑事警察機構は欧州連合の専門機関の一つ。1991年に設立合意、1994年1月3日から限定運用を開始し、1999年7月1日に本格稼働する。オランダ王国デンハーグに所在している。当初の方針で任務は警察捜査は行わず、加盟国間での情報交換の促進。 情報や機密事項の収集、称号、分析、ナショナルユニットを通じて加盟国管轄庁への情報の報告、ナショナルユニットへ関係情報のすべてを送り、各加盟国内での捜査の支援、データを含む情報収集のためにコンピューターシステムを設置し、維持することとされた。この他の日本語訳では欧州連合法執行協力庁があり、 欧州警察機構と翻訳される例も稀にある。ユーロポールの設立は1992年のマーストリヒト条約において合意されていた。機関の設立は1994年1月3日であり、ユポールドラックスユニットという小規模な組織であった。1998年にユーロポールの検証が全加盟国に批准されて実動をすることとなった。 欧州連合の新規加盟国も順次、検証に批准している。なお、本部スタッフは410名であり、他に連絡員が90名いる。本部ビルユーロポールの目的は、各警察機関が情報を共有することにより、重大な国際犯罪に対処することにある。ユーロポール自体には、捜査や逮捕といった大きな権限はなく、各警察機関を支援することが中心である。 支援方法としては、情報交換や情報分析、専門技術の提供や訓練支援などがある。各機関の連携を強化するために多言語に対応した機関となっており、各国の警察機関は母国語でユーロポールに問い合わせを行い、母国語で返答を受け取ることができるようになっている。ユーロポール以前にも犯罪情報の交換条約は存在していた。 ヨーロッパにおける国際警察組織の必要性についてはドイツが熱心に推進していた。1991年12月の欧州理事会においてマーストリヒト条約にそれを盛り込むことが提案され合意された。はじめに宣言情報システム内においてドイツが設立準備チームを発足させている。日本の警察庁と2018年12月3日。 情報交換や日本からの連絡担当官派遣での協力する取り決めを締結した。テロリズム、サイバー犯罪、薬物、銃器への対策を重点とする。ありがとうございます。